愛する家族の皆さん、世界中の皆さん、こんにちは。これから始まろうとしているグローバルのコールを、そしてまたその準備の期間を楽しみにしています。4つの部分に分かれて、カリオの祭りまで祝っていきます。私たちは今、神の臨在がもっともっと増し加えられる、そのような。 時期に置かれています今まで経験したことのなかったような程度でです。主の臨在はもちろん今までもいつもありました。ですけどもその臨在を増し加えたいと願っておられます。なぜならば主が受け継ぐべき場所だからです。私たちの心を私たちの思いを主に向けてくださっています。家を持っている人はその家が。 洪水やまた火災やいろろなことで壊されたとしてもそこを立ち残しないでしょう。イエス様が地上で歩まれた時のことを考えてください。政治的なさまざまな葛藤がある中でイエス様はそのような周りに起こっているその全ての上を歩まれました。ですからそのような神の国の 高いところを歩む歩み方があります火の塩となる光となる方法がありますですからぜひ参加してくださいこの準備の期間に準備の季節に私たちが私たちの王をお迎えしていきましょう